はい、皆さんこんにちは、こんばんは、井上正弘です。ということで、今日はですね、ピンクの特撮の進捗状況、皆さん今どうなっとんじゃっていうのがね、正直なところだと思うんで、そこをねお伝えしていきたいなというふうに思います。まあ、前回オープニングの方の進捗みたいなのを、まあ、見させていただいたんですけれども、まあ、絶賛あれからですね CG の方を作っております。各話の CG、 アクション部分の CG だったりっていうところが、まあ、今主な作業です。まあ、今実際どんな状況なのかっていうのが口で説明しても多分あまりわからないと思うんで、ちょっと実際ね皆さんに今こんな感じの状態ですっていうのを赤裸々に出していこうかなというふうに思っております。ちょっとまあ実際皆さんにまず、ね、CG とか 3D とか 2D って何ぞやみたいな感じでやっぱ思うと思うんで、まあ、ちょっとだけ画像を交えて分かりやすく説明していきたいなと思います。まず、まあ、どういったところに僕らがこだわってるかっていうところですね。まず一つ、これレンダリングとあと光の計算の違いっていうのがあります。これ言っても何のこっちゃってやっぱ思うと思うんだけれども、まあ、実際このままちょっと画像を見てほしいです。今この出てる CG ってちょっとなんかあれ少ししょぼいなって感じると思うんですよね。ただ実際にこの造形的にはじゃあ 3D 上でどこか間違ってるわけでもないし、その、まあ、別にそんなになんていうか、まあ、光も当たってるしっていうので、ただちょっとなんかそういう浮いてる感じっていうのがあるジサリスの絵が、まあ、映ってるとは思うんですけれども、まあ、これがですね、まあ、俗に言うまあローレンダリングとかの、まあ、っていうものなんですけれども、光の計算っていうのをこれは簡略化してる状態なんですよ。その反射とかの計算がされてないんです。例えばスーツに映ったそのメタリックなものに映ったものってなんか他の背景とかが映り込んでたりとか、なんかそういうこの微妙な光の違いがあると思うんですけど、それが簡略化、ただただ簡略化されてるってだけ、それだけでみんな違和感を覚えてしまうんですよ。ジサリスのプロジェクトやるにあたって、まあこれでもまあ許してくれる人たちが多いと思うんですけれども、まあちょっとねこれじゃダメだぞという感じのところで、またこれも背景違うんですけど、まあ、見てもらえると分かるんですけれども、こちらですね。あ、なんかこれはみんなおこれ実物じゃねってくらい現実感がある、これは CG なんですよ。バイザー部分のその緑の部分のこの反射とかに背景とかが入ってるんですよ。ちょっとで微妙な光の感じだったりとか、まあ、あとその光の当たり方とか、そういったものが細かくなるだけでここまで変わるんだっていうぐらい変わるわけです。これ、まあ、こういう状態が、まあ、今 CG でそのまあ僕らが目指しているところ、現実味のある CG、 現実感のある CG っていうのがまあこういうところなんですけれども、これをどういうふうに作業していくかというとですね、ブレンダーっていう、まあ、3DCG を作る上でのまあソフトみたいなのがあって、まあ、このブレンダーを使っていくんですけど、このブレンダー使うのはねすごい大変なんですよ。レンダリングって言っても細部まで出力したりとか、光の当て方とかこだわったりとか、さっきの現実感ある CG の状態にすると、まあ、どういう状態になるかというと、ハイポリゴンモデルって言うんですよ。まあ、だからポケモンで言うとさ、ほらポリゴンって言ったじゃん。あのポリゴンってなんかカクカクしてるでしょ。あのカクカク度が少ないのがハイポリゴンモデルって言うんだけど、ハイポリゴンモデルをまあ出力していくと、まあ、すごくやっぱりパソコンに負荷がかかる、カクつくわけですよ。だからローポリゴンモデルも本当にポケモンのポリゴンがポリゴンで出力して、でそれをハイポリゴンモデルで動く、その出力その作ってみてっていうことをずっと繰り返してるわけです。まあ、じゃあどんなものやっていうふうに思うと思うんですけど、今実際この後見せるそのジサリスのまああるワンシーン、そのアクションのワンシーンで出てくるもの、まあ、まあ怪獣みたいな敵がいるんですけど、そのローポリゴンモデルをちょっと一回見せたいと思います。まあ、これワイヤーフレームだけであるんですけれども、これがローポリゴンモデルのまあワイヤーフレームですね。ちょっとカクカクしてる感じですね。でまあなんかいろんなところにへこみがあって、まあ、こういうふうになんていうか、まあ、実際ざっくりと、まあ、作ってって、で肉付きすると、まあ、一応、まあ、ざっくりと肉付きするとまあこういう感じだよねっていう感じで肉付いてくるわけですよ。まあ、これにやっぱ色とかあと質感とか、まあ、そういうのを足していく。だ最初はこういうツルツルの状態で進めていくんですけれども、まあ、実際のスーツとかもディティールが細かいからね、同じルック感に、その実際のスーツディティールさっき挙げたように細かいじゃないですか。で同じやっぱルック感にしたいっていうことで、これも詰めて
色を足したりとか、まあ、毛の感じがあるのかなとか、そういったものを今詰めている作業中な感じでございます。まあ、ここまででついてこれる人いるかどうかは分かんないんですけれども、はい、まあ、この CG を作りましたよと。で、今度これモデルをやっぱ動かすっていう風になっていくわけですよ。で、この動かすときにまたね、問題が発生してくるわけです。まあ、どういう問題かっていうと、その違和感だったりとか、背景になんか変なものが映り込んでたりとか、その例えば手前に木とかがあったら、その木の後ろを抜けていくわけだから、このそのまま上からペッて CG 貼り付けたら、この木の前通り過ぎちゃったりとかっていう違和感があったりとかっていうので、切り抜いていかなきゃいけないわけですよ。切り抜いて一個ずつこう一コマ一コマ、違和感がないかを修正していかなきゃいけない。ということで、これをさらに今度動画じゃなくて、この画像 の1秒間って24枚一応画像があって、それでまあ動画ってできてるんですけど、その24枚の画像をバー出してって、それに一個ずつ消してって、こう動きをパラパラ漫画みたいな感じのところから作っていくっていうのが今やってる作業でございます。はい、例えばなんか後ろにお店が映っちゃったっていうケースがあるんですけども、まあこれ僕もよく知ってる焼肉チェーン店なんですけれどもはい、まあ、そういった焼肉チェーン店がね、映ってしまうっていう時に、やっぱりこういったものは、まあ、なるべくね、やっぱ隠さなきゃいけないわけですよ。でも現場のスタッフさんがもう極限状態なわけですよ。もうそんなこと考えられないぐらい極限状態の中で撮影するんで、まあ普通なら隠したりとかするんですけど、そういう抜けたりとかすると、やっぱこれも CG の作業になってきます。この時これ映ってたら変だなってやつは、これも動画の1枚1枚を切り抜いて、それを1個ずつ消していくっていう作業で、まあ、消した後の画像はこういう感じの画像で、まあ違和感なくそのシーンになってるっていう感じですね。で、こういうやっぱ色味とかだったりとか、まあそういう本当にフォトショップみたいなので消したりとかっていうのを一枚一枚やっていって、つなげて動画にしていくっていうのが、まあ主な CG の今かかってるコースですね。で、やっぱこれじゃあ果たしてどれぐらい時間とお金がかかるんじゃというので、まあ簡単に言うとワンカット5万ってよく言われてます、相場では。ワンカット5万、ものすごいですよね。作るのってめっちゃお金かかるんだな、お金と時間がめっちゃかかるんだなって、肌で感じております。ということで、まあまあつらつらと、まあ、説明してても何のこっちゃっていう感じなんで、まあ、ワンシーンちょっと見づらいなというふうに思ってます、ね。で、次に見せるワンシーンが、そのジサリスの、まあ、アクションシーンの一応カットで、もう本当に一瞬なんですけれども、まあ敵の攻撃を、まあ、避けて高台に着地する。これね、普通のアクションドラマとかだったらさ、人間の動きをするわけだから、人間の動きだったら人間で再現可能じゃないですか。まあ、もちろんワイヤー使ったりとかもするかもしれないですけど、現地で再現可能なことだったりとかするんですよ。はい、でも人間じゃない動きをするのがやっぱ特撮ということで、ジャンプ力がやっぱりねすごかったりとか、力がすごかったりとかするんで、まあ一回見てもらいましょう。まあ、CG がつく前の些細な映像でございます。こちらです、どうぞ。ね、まあ、見てもらったと思うんですけど、なんかちょっとこう怪物に襲われて、それをこう避けて高台に着地ね、たったこれだけですけど、まあこういうところがやっぱしっかりとできてないと、特撮としての説得力ってないわけじゃないですか、ね。あれ CG だから何でもできるよ。いやー、これね、本当にね、もう1秒間に24コマずつ全部ね、パラパラ漫画作ってるようなもんなんですよ、本当に。こっからね。で、一応まあ今の途中、まあ経過段階で、まあ一応、まあ、ほぼ8割9割ぐらいなものが、次の映像になっていきます。はい、こちらです、どうぞ。ねえ、見
見た？どうでしょう？なんかちゃんとさ、こうスーツで強化された感が出るでしょ、やっぱりこういう動きがあると、あのジサリスになるとすごくこうジャンプ力上がるんだとか、軽やかだねとか、夢のある動きっていうか、そういったものがこういうワンカットに詰め込まれてくるんじゃないかなと思います。これ今ね見た秒数、皆さん何秒でした？もうこの秒数で5万以上かかるわけですよ、普通は。これを我らはみんなで仕事で頑張っているわけでございます。支持部は顔面蒼白ですとか、心身ともにヘトヘトですと、もう丹羽さんは今作ってる途中で言ってるんですけれども、まあでも皆さんのその応援あるぜひともねコメントをいただいて、多分彼らもね楽しみにしてると思うんで、皆さんの驚く顔が僕もより良いものをね皆さんに届けたいなというふうに思って、こうリテイクとかあんまり出さない、リテイクとかね出してちゃうとね、また CG 部がねこうリテイク出すのかなとかってこう思っちゃうと思うんですけど、まあまあまあクオリティには妥協しないように頑張っていきたいなというふうに思っておりますね。えまあちょっと一瞬だけでしたけれども、まあ進捗状況は今こういうところに時間かかってるんだよっていうのがね、少しでも分かっていただければね僕は嬉しいなというふうに思ってます。まあ僕も舐めてた、ああこれ CG でしょ、 CG やれば、まあここ CG で簡単には言うけど、まあ、技術はソフト技術発展しようにもやっぱり人の手はかかってる、時間もかかるっていうことが身に染みております。とにかく、ジサリスで目指すべき CG、 現実感のある CG、 かっこいい CG、 これができたらいいなと思ってますが、まあ、皆さん不安でしょう、僕も不安です。果たしてちゃんと1話は公開できるのか、皆さんが納得するクオリティになるのか、また進捗をお届けしたいなというふうに思います。はい、ということで変わらず F8ABA6 ジサリスの方、またちょっと時間かかってるんですけれども、変わらずちょっと長く応援していただければ嬉しいなというふうに思います。はい、以上井上雅宏からの進捗状況でした。